というわけでね、ペッパーライス、ペッパーランチ、作っていきたいと思います。はい。まあ基本的にはもうね、この鍋というか、なんて言うんだろうね、スキレットっていうのかな、中にぶち込んで炒めつつ、混ぜつつ、作っていく感じになります。はい。じゃあね、ネギはまずね、下ごしらえとしてカットしていきたいと思いますわ。サクサクっと。バイバルかもしれない。バイバルかもしれない。ちょっと本当にね、こんな感じで。うん。いいですね。手はちゃんとアルコール除菌したんで。ありがとうございます。ありがとうございます。もう全部いきますか。ちゃう。はい、というわけでネギ切りました。持っていく感じで、とりあえずね、山を作ると。山を作っていく感じで。すげえ、もう肉じゃん。あ、肉じゃん、ご飯じゃん。ほんでこれをね、まあ周りになんかね、こういう感じで周りこう敷き詰めていく感じ。あ、 和状にするのか。アルディだね。よい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 。うまそう、この肉も。ちゃんと国産牛をね、バライスなので買わせていただきました。皆さんでね、こんな感じで入れます。ほんでここにコーンを、もう見たことあるやつ、これ。うわー、もううまそう。ワイルドワイルドワイルド、ね、ほんでこうして、あ、いいんじゃない。でここにバター風味の滑らかママソフト、こういう感じ。おいしょ、キャンプだ。ドーンキャンプっていうのを理由に正当化してるだけな気がする。なんでも、まあ色合いすごいね。そうだね、ちょっとバターをね、たっぷり。はい、これはうまいじゃん。まあこれで焼きながら混ぜてって、うんうん、あとは最後焼肉のタレで味付けして、まあ塩コショウでちょっと味整えてみたいな感じらしいです。じゃあ早速火にかけていきますか。かけましょう。せーの、よいしょ。やって、よし。というわけでいい感じにできたんで、焼肉のタレをかけていきそうと思います。かけていきましょう。よいしょ。トゥルートゥルーと。いいね、うまそう。イエス、オッケー。さあこれでね、味付けをして、あとは皆さん食べてください。はい、食べましょう。もうそう、めっちゃ。はい、というわけで完成しました。ナイスペッパー、うまそう。これはいや、うまそう。じゃあ僕がちょっと先にいただきます。どうぞ。贅沢に行くわ。これ牛肉やばい。うわ、もうね、これうまいよ。もうちょっと味を整える中もごとく、そうついてるな。胡椒をちょっと振っていただきます。はい、どうぞ。これ絶対うまいよ。バターの染みてるしね。そう、いきます。どうぞ。うわー、うわ、これはうまい。いい反応するね。バカうましだよ。もっちゃんが美味しそうな顔で見てるわ。食べたそうな。いや、もう一周回って嘘なんじゃねえ。なんだろうな、もう全てが完璧。マジパーフェクト。じゃあそう思う。もっちゃん食べてみなよ。食べてみるわ。まずね、戦った後のご飯だからさぞかし美味しいでしょう。いただきます。うまいわ。うまいよ。うん、バターが最高だね。バター。しかもコーンがいる。うん、そう。噛んだ時にコーンがプチって弾けて甘さが広がるのよ。めっちゃうまいから。確かに。ゆうがコーンの話した瞬間こっち見てきた。コーンがプチってくるのかみたいな。本当にコーン美味しい。このコーンはいけるよ。一回食べてみる。やば。うまい。こっち、こっち見られた。コーンの不思議だ。どっちだ、それは。それはうまい方。ね、どまあ、あり。ありよ。ありなんだ。克服か。コーン使ってる子でも食べれる、ね。牛がね、匂いがいいわ。すっごい。いただきます。来てる。美味しそう。うまい。うまいよね。そう、その追いご飯するのめっちゃわかるわ。ね、このバター効いてんのってさ、うん、肉にめっちゃさ染み込んでないなんか。わかる。で、美味しいね。食べよういっぱい。ありがとうか。はい、それでは。魚の下処理をしていきたいと思います。今日魚食べる翔也くんが頑張ってくれております。こんな感じで下処理が、おお、綺麗。口が足りねえ長さが。確かに、ね、これひっくり返していい。マジで多分割れる。割れない。もうちょこっち割れない。せーの、よいしょ。おお、どっち。どっち回し。一回回したい。ほら、ちょっとめっちゃうまそうやんな。うまそう。中がね、他に火が通ってないのよね。
ということで、魚今もう焼けそうなんだよ。魚美味しそうだね。そう、魚に合わせて、魚に合わせて、魚を中心にみんなでチェキを取りたい。これちょっと下、下、はい、魚入ってる、これ魚入ってない、一旦3人の魚入るんだ。魚入る、はい、チーズ。おー、いた、おー、いけたって。どんどん飲むか。少々時間お待ちください。少々お時間お待ちください。じゃあ、いい、チェキちょっと移すよ。お、見える？いくよ、いくよ、せーの、でん。おー、おー、いけそう、ちょっと、お、いいじゃん、いいじゃん、お、いい感じ、すごいすごい、なんかエモい、ね、いいね、よさぎよさぎ、もっと濃くなるよね、濃くなる濃くなる、全然濃くなる、色が出てくる。はい、じゃあ魚が焼けたからね。ありがとうございます。お疲れ様です。もう来た来た、オフレット登場。なんか美味しそう、すごい美味しそう、美味しそうね、美味しい魚って感じでした。みんな箸用意して。はい、スティックスタイルです。こう食べてみましょう。はい、みんなついて、せーの、いきます。あった、うーん、うん、おいしい。骨が噛めないもん。めっちゃ柔らかい。うまい、柔らかい。甘みがある。甘みがある、確かに。よし、塩。胡椒で我慢やな。胡椒で我慢しよう。うまいっす、でも。マジで。めっちゃうまい。食べましょうよ。じゃあいただきます。はい。どうですか。うまい。うまいよね。うまい。やっぱさっきのね、ペッパーランチが味濃くて、味濃く素朴な味はする。まあ、順番ミスったよね。でもまあ、まあうまいはうまい。骨取ってる間にめっちゃ味の美味しさを感じたわ。ああ。素材の美味しさを。五か十やな。よ。いけ。来るぞ。よいけ。さあどうなるかな。時間待ちで。はい、待ちです。今見ようです。さっき見よう。あ、いいよ。せーの。でん、おお、ちゃんと出るじゃん。エモい。いい、いい。多分もうちょっと色出ると思う。これまあ赤、ね、赤みが出てるから。そうだね。はい、というわけで本日はね、このまま今日帰らなきゃいけないので片付けたいと思います。美味しかったね。じゃあ片付けていきましょう。撤収完了です。はい。ということで帰りますか。満腹だね。でも満腹。でも明るい。いや寒いんでさっと帰りましょう。行きましょう。はい、チェキでーす。重いよ。いいね。4人も3人も。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撤収も完了して、はい、荷物も詰め込んで帰ります。帰ります。どうでしたか。日帰りキャンプはすごいね。楽しいままで苦痛は何も。確かに確かに。あとね、やっぱペッパーライス。ペッパーライス。ペッパーランチ。はい。爆発的に味の濃さといい、すごい求めてたものがあったかもしれない。美味しかったね、あれ。キャンプで食べるからこれって。確かに確かに。日帰りキャンプは寒さを感じすぎないっていうところがね。確かに。ちょうどいい、なんだろう、アミューズメント感というか。わかるわかる、なんか。遊びに行った感がめっちゃあるよね。めっちゃいい。確かに確かに。そうですね。てな感じでマス釣りから始まり、魚がうまく焼けませんでしたが、ペッパーライスがうまくいったということで、成功もあり失敗もありということで、今回のキャンプはこれにて終わりたいと思います。そして動画もこれにて終わりたいと思います。この動画が良かったと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。